もたくさんのアーティストの皆さんが今というものがドキドキして出演をね待っていますので、どうぞ最後まで本日のコンサートをお楽しみいただけたらと思います。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。申し遅れましたが、私は本日司会進行をさせていただきます。テレビ神奈川 TVK ラブ川崎という番組で私レポーターを務めさせていただいております。土曜日の朝9時ですね。今日も私高津警察署の取材の方で、テレビで出てまいりました。皆様そちらの方もぜひチェックしていただきたいと思います。引き手参りたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。それでは大変に先立ちまして、高津区副区長の高梨様より開会のご挨拶をいただきます。高梨様、お願いいたします。皆さんこんにちは、ご紹介をいただきました高津区役所副区長の高梨でございます。本日はお忙しいところ第26回高津区音楽祭の方においでをくださいまして、本当にありがとうございます。このようにたくさんの方においで、いただきまして音楽祭が開催されますことを心から嬉しく思っているところでございます。さて、この国音楽祭でございますけれども、高津区における振興の点に毎年開催をしているものでございまして、その特徴といたしましては、日頃、区内で、音楽活動されているグループが出演者として、演奏するだけではなくて、準備の段階から準備に関わり、そして、いろいろな工夫を重ねて、イベントを作り上げて、まさに国一代の国産さんの方の音楽祭というものでございます。ご来場の皆さんもご存知かと思いますけれども、高津区は、音楽教育で著名な専属学園大学などもございまして、古くから音楽に関わりの深い地域、町でございます。学生の皆さんがいろいろな演奏活動を行うのはもちろんでございますけれども、区民の皆様、小さいお子さんから年配の方まで、クラシック音楽ですとかアリアチャンス、そのようなコーラス等々、さまざまなスタイル、形でですね、音楽活動をされていく、まさに音楽文化豊かな街というふうに言えたかというふうに思っております。今年度の音楽祭は、こうした音楽の街、高津ならではの特徴をいたしまして、小学生からシニアの方まで、中心としたグループの皆さん方にご出演をいただきまして、今月と来月、この2ヶ月にわたりまして、延べ2日間、この方たちの音楽を皆さんの方にお届けをしてまいりたいというふうに考えております。初日となりまして、本日はバンドで受賞しまして、バンドを中心としたグループの皆様の音楽を披露してまいりたいというふうに考えております。また12月には会場をこの市民プラザから高津市民館の方に移しまして、12日には器楽でということで吹奏楽あるいは器楽を中心としたグループが、翌13日にはコーラスでと称しまして、コーラスを中心としたグループがそれぞれ、素敵な音楽を皆さん方の方にお届けをしてまいります。もうすぐ、年末になりますけども、年の瀬にふさわしい素敵な音楽音色を皆様に披露してくださると思いますので、ぜひとも来月12日13日もですね、高津市民館の方に足を運んでいただくと大変嬉しく思います。お待ちをしております。結びになりますけれども、この音楽会、音楽祭の開催にあたりましては、ご参加のグループ、そして区民のボランティアの方が運営の方に携わっていただいております。この場を借りまして、関係者皆様方のご尽力に心から感謝を申し上げまして、開会にあたりましてのご挨拶させていただきたいと思います。それでは皆様、本日はごゆっくり演奏の方をお楽しみください。ありがとうございました。局長ありがとうございました。それでは1問目のバンドさん、準備の方お願いいたします。楽しみですね。どうかでございます。さあ、昨年25回の音楽祭で行いましたスタンプラリーですね、皆様やっていただいた方もいらっしゃると思います。今年も大好評でしたので、ぜひと思いましてですね、皆様に配布いたしましたハガキに、
来ていただきますとですね、2個以上ストップを集めていただきますと素敵な記念品がいただけるということなんです。ぜひご参加いただければと思います。そしてアンケートにもご協力いただきますよう合わせてよろしくお願い申し上げます。そして高津区民音楽祭では皆様の投票により決定するオーディエンス賞が用意されております。プログラムと一緒にお渡ししました投票用紙に2つのグループを選んでいただき、受付にあります投票箱に入れてください。皆さんも向かって後ろでございます。水色の方ですね、投票箱に入れていただきますようお願いいたします。皆様の投票は出演者の励みにもなりますので、ぜひご協力の方よろしくお願いいたします。それでは準備の方はよろしいでしょうか。はい、緊張してる。はい、トップバッターでございますからね、盛り上げていただきたいと思います。それではこれより第24回高津区民音楽祭を開演いたします。トップバッターでございます。アップルビートのI'm not afraid to die.
初めてビデオを撮った曲で、ゆらゆらたんぽぽは初めて私が作った曲です。聴いてください。
作曲
ても懐かしい。